アワープラネット TV の白石はじめです。今朝午前7時半過ぎ、茨城県東海村を震源とする震度5弱の地震が起こり、東海村にある日本原子力発電の東海第二原発と原発の核燃料を加工している原子燃料工場の東海事務所で警報が鳴りました。原子力安全保安院によりますと、いずれの施設も被害は確認されてないということです。日本原電と日本原子力研究開発機構は前日29日にこの2つの場所に複数の核弾頭が連動する可能性を否定できないとする報告を出していました。今週の市民のニュースはこの東海第二原発関連からお伝えしましょう。茨城県東海村にある日本原子力発電東海第二原発の廃炉を求め、26日およそ700人の人たちがヒューマンチェーンを行い、脱原発を訴えました。東海第二原発は首都圏に最も近い原発で、30キロ圏内におよそ100万人が住んでいます。去年3月11日の東日本大震災で原子炉は自動停止したものの、外部電源がすべて停止、あと70センチ津波が高ければ福島第一原発と同様の事故に陥った可能性があります。参加者は国道沿いに並んで手をつなぎ、原発を取り囲んで廃炉を訴えました。福島原発事故に関連し、政府による強制的な避難だけでなく、住民が避難するかしないかを主体的に選択できる選択的避難区域の設定を求めて、29日弁護士グループや市民団体などによる政策提言集会が開かれました。福島県双葉町の井戸川町長をはじめ、国会議員や一般市民200人が参加。原発事故に起因する被曝量が年間1ミリシーベルトを超える恐れのある地域を選択的避難区域に指定することや、避難を希望する住民に対し生活再建支援を行うこと、また被曝量を把握する仕組みの整備などを求める宣言文を採択しました。停止中の原発の再稼働の前提となるストレステストをめぐり、国の原子力安全委員会は29日第2回となる検討会を開きました。前回に引き続き大井原発3、4号機について検証が行われましたが、斑目委員長は冒頭、ストレステストが妥当だとする保安院の説明について不十分であると指摘しました。外部委員からも3、4号機それぞれで異なる事態が進行した場合にどうなるのかや、事務棟が免震構造になっていないことなどについて厳しい質問が相次ぎました。これに対して保安院は二次評価で行うと回答したところ、傍聴席からは二次評価はいつ出るのかと抗議の声が上がりました。安全委員会は今月中に検証を終える方針を打ち出していますが、一次評価のみで再稼働を認めるかどうか見通しは明らかになっていません。以上ニュースをお伝えしました。では特集です。福島原発事故から間もなく1年、小さな子どもを持つ世帯を中心に福島県から県外に自主的に避難をしている人は推計で2万人程度と、達するとみられています。こうした自主避難者をつないで福島との関わりを続けていこうと、3月3日に首都圏に避難している人を中心に自主避難者の全国ネットワーク、手と手が誕生します。都内にはフリーペーパーなどを発行する拠点もオープン、活動に取り組んでいる神沢沙織さんと深川よし子さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、今お話したのは自主的避難の方と、それからの政府が、まあ、避難指定をしている区域の方と、まあ、今2つのタイプというか、まあ、保障とかですね、指定が大きく、まあ、異なっていて、とりわけこの自主的避難という方に対しては、あまりこうメディアでもあるいはその国の政策でもスポットを当たってないわけなんですけど、まあ、お二人はその自主的、まあ、自主的というかですね、やむを得ずなんですけれども自分で決断してそのまあ、福島から今首都圏に避難されているという立場なんですけど、お二人はお住まいはもともと郡山にお住まいだったんですよね、はいはい、それぞれちょっとまずどのようなプロセスを経て自分でまあ決断して避難したのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、まず神沢さんはどういうような経緯で避難を決意されてっていう形だったんでしょうか。はい、私はそうですね、まず地震があったその日は3月11日郡山では震度6弱っていう大きな揺れ で2時46分という時間帯は私も夫も娘もバラバラのところに
いたんですね。でまずもう何がどうなってしまったんだろうということで、もうそこから携帯電話もつながらないし情報がなくて、で夫とは2時間後に落ち合って、で娘とはさらにその2時間後に、迎えに行くことができて、でやっと家族で合流した時にはもう夜も遅くなっていまして、で一旦家に戻ったんですけども、家の中がものすごい状態になっていて、で停電もしていて、で水も止まっていてっていう状況で、まずその今日一晩をどうやって過ごそうか、その間にも余震がたくさん来るしっていう不安がありまして、で電気が通じているという情報を得て私の実家の方に行ったんです。でテレビを見ていまして、で津波の映像ばかりが流れていて大変だねなんて言っていたんですけど、その日の夜にはすでに原発がっていう一報が入って、はいはい、で、すでに3キロ圏内の人は避難をするようにっていう指示が、そうですね、夜の、ね、はい、8時ぐらいにはもうそういった形で避難してましたよね。でそれを見て、原発って何、そんなことになるのっていうぐらいの意識でしかなかったんですけど、うん、インターネットを見ていましたら、同じ 原発を勉強していた友人たちがもうその日のうちに結構避難をもう始めていて、あ、じゃあ友達の中にもともと原発問題に関心がある方がいたんですね。そうなんです。武藤さん、武藤瑠衣子さんの勉強会にも一度行かせていただいたんですけども、なるほど、そこで勉強していた仲間たちが結構もう小さい子を持っている人は逃げた方がいいというようなことをすでにブログに書いていたりとかして、え、まさかここだって50キロとか60キロとか離れてるんでしょって思っていたんですけど、で思っていて、ちょっと悠長にしていたんです。もう遠くの話だと思っていたんです。そしたら2日目に爆発が起きまして、でもそれでも10キロとかっていう状況だったんで、うん、まだ安心をしていて、で3日目は何もなくて、でただその間に家も片付けなくてはいけない、瓦の屋根も全部落ちているので、それをもう夫が屋根に登ってとか直したりっていう、まず家の修復が先だったんで、それにちょっともう集中していたんですけど、その間にもだんだんこう情報が入ってくるようにはなって、ただそれも全てインターネットとかツイッターとかそういうところから拾っていくと、ちょっとこれは20キロとか30キロの話じゃないぞっていう、もしかしたらここ50キロ離れていても、もしかしたら何かあるんじゃないかなっていうことで情報を集めている矢先に2回目の爆発が14日に起きまして、それを見て、あ、ここには入れないと思って荷物をまとめて家を出ました。はい、結局、神沢さんは郡山から出られて、はい、すぐに今お住まい東京なんですけど、東京に来られたっていうことなんですか？その間に4箇所ぐらいあるんですけど、まずは私の夫の実家が会津若松市だったので、はい、そこで2週間ほど、滞在させてもらって、その間に、情報を集めていたんですけども、ちょっとこれはもうやっぱり要素とかセシウムとか今まで聞いたことなかったんですけど、そういう言葉がたくさん出てきて、で半減期とかそういう計算もできないんですけど、なんとなくやっぱりもうそれは、ちょっと難しいんじゃないか、そうこうしているうちに郡山の占領場とか具体的な数値がたくさん出てきて、これでちょっと帰るというよりかはまたもう他の別なところで生活をもう始めた方がいいんじゃないかっていうことで話し合いはしていたんですけど、なかなかちょっと夫も自分で自営業していましたし、平行線のまま、結論が出なかったので、ちょっと離れることにして、私と娘だけ山梨に行ったり、都内の友人のところに行ったり、ビジネスホテルに行ったりということで、はい、夫とは離れて、娘と2人でちょっと転々として、はい、最終的には東京に落ち着いたという。そうですね、最後の避難所が閉鎖したので、その後に赤坂プリンスに移動してくださいということで、はい、そこで1ヶ月、そこでしばらく滞在できるっていう話だったので、夫もそこで初めて呼び寄せて、はい、そこでゆっくり考えたっていう形で、神沢さんは現在はご家族3人で東京で、そうですね、暮らしていらっしゃるということなんですね、はい、そうしますと深川さんは、どういうようなプロセスで、自主的な避難を決断されて、はい、今東京に暮らしていらっしゃるのかっていうのを教えていただけますか？はい、私は地震だけだったら多分避難はしてなかったんですね。で家の壁とかにちょっとひびが入ったりしましたけれども、私の家は電気も止まらず、で水道も3日目に出ましたので、夫とは、地震後から夜中まで会えなかったんです。会えなくて、子供が本当に余震を怖がって一晩だけちょっと避難所の方に行かせていただいたんですけれども、翌日には戻りまして自宅の方に。なので
全くそこで生活をしていくつもりでいたんですが、やはり神澤さんの方が言ったように原発の爆発事故が起きたっていうことと、また映像で見まして、でその後から友人たちが次々と避難するっていう話も聞き、私はでもガソリンが手に入らず、どこかまで県外に逃げるだけのガソリンがなかったので、どうしようどうしようと思っていました。で毎朝毎朝情報を得てガソリンスタンドに並びに行ったんですけど、ちょっとうちの分までは入らずにっていうことを繰り返していた矢先、先に避難していた友人がなんか知り合いの家の倉庫にガソリンがあるからそれも入れて、とにかく逃げておいでって言ってくれたので、もうその時本当にとにかく子どもたちに風邪をひかせないために防寒をさせて、食べ物を持てるだけ持って、もうあとは本当に全てを置いて新潟に出て、でも新潟にそんな思いをして出たのに、行ってみたら隣の県なのに全然こう平和な雰囲気で、ガソリンもすぐ手に入ったしっていう感じで、まあでその後実家が東京でしたので東京の方に行き、春休みを過ごしました。でその春休みを過ごしている間に都内で募集をしている住宅に応募したんですけれども、その当時郡山から避難をしてきたっていうと、まあ、郡山は自主というかその強制避難区域ではないからっていう形で全部落ちまして、で諦めて一度郡山に戻ったんですけれども、戻ったその日に世田谷区の方で繰り上げ当選しましたっていうことで言われたので、また翌日とんぼ返りで東京の方に戻ってきてから生活をしてます、で夫は仕事で郡山の方にまだ滞在しなくてはいけなかったので、今は母子避難という形で暮らしております。ではお嬢さんと2人で東京で暮らしてらっしゃる、あ、息子さんもいらっしゃいますね、はい、まあ、この自主的避難というのはもちろんその自主的というかですね、その同じ郡山に住んでらっしゃる方でもその避難をしようという選択されている方と、まあ、そうでない方がいるということで、やっぱ非常にこうなんというかこう、まあ、お二人は割と早い時期に決断されてますけど、ずっとまあ悩んでらっしゃる方とかもいて、まあ、センシティブというか、未だにも郡山の中でもなかなかその避難のことっていうのはタブーになっているようなところもあるかと思うんですけれども、まあ、今回その、まず全国ネットワークを作ろうという以前に東京で、まあ、避難母子の会というのを、まあ、作られたということで、はい、深川さんが、まあ、呼びかけの一人ということなんですけれども、はい、避難母子の会 in 関東ということで、まあ、避難された方たち、まあ、主にその自主的な避難をされている方のグループだと思うんですけど、これは、はい、まあ、どういったプロセスで、まあ、こういったグループを立ち上げられたんでしょうか。はい、避難をして来れないで福島に残っていた間の時はいろいろな情報を友人から、これから内部被爆が怖くなってくるよとか聞いたんですけれども、いざ東京に来ると なかなか福島に残っている方とはちょっと連絡が気持ち的に取れなくなってしまったり、あとはそういった情報を教えてくれる人がなかなか周りにはいなくなってしまって、であとは避難してきたものの何でしょう、学校のいろんな支援ですとかそういったものは友人から聞かない限り私はなかなかその情報が拾えなかったんですね、で誰が教えてくれるわけでもなく、で1週間に1度、まあ、元々の友達と会って情報交換をし、また避難先の方たちとは違う不安を、まあ、持ってましたので、そういったことを吐き出すストレスの場を1週間に1度持っていて、でそれが時間とともに私たちだけではなくてきっと同じ思いをしている避難者の人たちがいるに違いないねっていうことでネットワーク作りをしようと、はい、なりました。その強制避難の地域というのは、まあ、大体役所ごとも移っているし、はい、そうなんですね、役所がそのどこに避難しててもいろんなお知らせをしてくれたり、はい、サービスもこう一律に、まあ、伝わる仕組みがあるけれども、その自主避難者においては、まあ、こいつなんですけど勝手に出てった人っていうような、まあ、扱いもあるから、やっぱり情報が到達してないっていうのもある、はい、それからそのいろいろ、まあ、そういった意味ではその福島に残っている人たちとの間に多少のこの温度差というか心理的なギャップもあるっていうことでの、そういった、まあ、悩みを分かっちゃうっていうような。そうですね、なんか一番こう中途半端な存在になってしまった気がしてまして、その時で強制避難の方とも会ったら郡山から来たのって言われてしまったりでなんかそうですね、で
こう東京は皆さん安全だとその時思っている風がありまして、なんかプールとか子供を入れていいのかとか、あとは野菜どんなものを食べていいのかっていろいろ悩みがあったのに、東京の人とはちょっとなかなかそれは最初の頃話しにくい状況がありまして、でそれを直接区役所とかに聞いても東京は安全ですというような答えしか返ってこなかったので、本当のところじゃあ自分がどうしたらいいのかっていう悩みを打ち明け合いたい友達をこう探すっていう感じで、はい。神澤さんの方は、まあ、いつからその合流というか、まあ、やっぱりそういうものが必要っていう感じだったんですか？そうですね、私は夏ぐらい、多分発足してから1ヶ月経ったぐらいの時に、はい、あの声をかけてもらって、で会の方に参加するようになったんですけど、今まで本当にあの私も親戚も誰もいないところに避難をしてきています、で、まあ、友人は、まあ、昔の友人が何人かいるぐらいで、自分の悩みを本当に言える友達っていうのがいなかったんです、こっちには、だったのですごくなんか安心しました。ほっとしたっていうか、仲間がいるっていうのは、こんなになんか落ち着くんだなと思って、はい、あの実際にその自主的というかですね、その、まあ、特におそらくその中通りといわれる福島市とか郡山市とか二本松市とかですね、まあ、そこの地域というのはあのかなりいわゆる放射線量でいうと高い地域ですけれども、あの避難地域に指定されてなくて、おそらくまあ人口も多いのでそこの方がたくさんまあ関東などにもあの避難していると思うんですけれども、それぞれどういったその課題とかあの問題を抱えているケースが多いんですかね。ちょっとじゃあ深川さん分かりますか？そうですね、あの結局人がそこから出てってしまうと県が成り立たなくなってしまうということが背景にあって、なかなか逃げましょう皆さんでっていうことにならないっていうのは最初から聞いていたので、人口の流出食い止めたいっていう気持ちは分かるんです。あの誰かが残っていなければもちろん県は復興していかないので、でもそれがやっぱり個人で考えると自分の子供をその犠牲にしてとかっていうことは私の判断ではしかねたので、はい、あの同じ、まあ、メンバーですとか、あるいはその寄せられる悩みとかっていうのは自主的な避難の人の間でどういうものはあるんですかね。まずやっぱり一番共通して不安なのはそのいつ帰れるのか、帰っていいのか、っていうところだと思うんですけど、ほとんどその母子避難の人たち、避難の会に入っている9割以上が母子避難なんですね。あ、なるほど。なので家族避難できているのは本当に少し1割いるかいないかぐらい少ないんですよ。だからやっぱりあの家族が離れて生活しているっていうことは普通ではないし、まあ、単身赴任の方とかいらっしゃると思うんですけど、やっぱり子どもの育成にとっても健全ではないっていうところが、いつまでだったら大丈夫なんだろうか、これからも私は続けていけるのだろうか、夫は大丈夫なんだろうかっていう家族離れていることの不安が一番大きいんじゃないかなって思いますね。まあ、今回ですね、まあ、今度の、週末3月3日に、まあ、自主避難者の、まあ、全国的なネットワークの拠点ということで、手と手という、まあ、スペースをオープンするんですけれども、ちょっと、昨日私もお邪魔させていただいたんですけど、とってもあの広いスペースで、このあの、まあ、そもそもこの手と手っていうか、これはどういった意味で あですか？いくつかあったんですけど、ね、なんだろうね、命をつないでいくイメージとかなので、あの紡ぐとかつな、ね、つなぎとかっていろんな言葉があったんですけど、あの自主避難の人たち、できればその名前も区域外避難とかしたいんですけどね、全国バラバラになってしまった人たちが、見えても見えなくても手と手をつないで、なんかのんびり頑張ろう、ゆっくり頑張ろう、なんか一生懸命頑張ろうではなくても、手と手をつないで離さないでおこう、そうすればなんとかなるよっていう、なんかそういったこうメッセージもあるんですけど、今ちょうどあの伺ったオフィスが映ってるんですけれども、とてもあの広いスペースで、これはあのそもそもにおいてこうやって自主に避難者のネットワークを作ろうっていうふうに思った背景っていうのはどこにあるんですか？
自主避難のネットワークを作ろうの前に、東京の支援者の方がここを貸していただいから貸していただいてるんですけど、自分たちのその事務所にで自由に使ってくれっていうことだったので、そこで私たちは月1回開いている交流会なんかもここでできるねっていう、それぐらいしか考えていなかったんです実は。ただやっぱりそろそろ1年経ってきて、で具体的なそのどこにどれだけ避難しているのかっていう数字を目の当たりにしたときに、なんか本当に全国にこんなにたくさんいて、なんかみんな頑張っていて、ただ情報があるかないか、持っているか持っていないかで受けられるサービスも内容も違ってくる、地区によっては違ってくるし、そういうことをなんかできれば統括してまとめて、それをまた発信できるような場所、で、東京がやっぱり日本の中心なので、私たちがその役目をできないかっていうことをちょっと考えて、ネットワーク作りをしようかなと。これからやっていこうということで、先ほどもビデオに映ってましたけど、中にはこう大きい日本地図にどこにこう、避難者が、これは自費案だけじゃなくて全ての、福島から の、ね、避難者の県内被害の人が6万人の、もうがこう付箋紙で貼っているのをこう改めて見せていただいて、本当にいろんなところに全国ちりぢりになって避難されているんだなっていうのをちょっと見て、胸も痛くなるんですけれども、3日にオープンして、具体的にこれからなんか、今ねちょっといろんなプランがありましたけど、どういうことができたらいいなというふうにお考えなんでしょうか。ちょっとまた神澤さんに。そうですね、東京だけで約7000人いるんですね。でもう私たち本当に把握しているだけで、避難の母子の会だけでも、会だけでは40組弱の方しかいないんですけど、本当はもっとたくさんいらっしゃるはずで、その方たちがなんか自由に来れる福島弁で話せる、なんかそうお茶飲みながら、なんか最近どうだいなんていう話をできるような場所になるといいなっていうのが最後のっていうか最大の目標ではあるんですけど、深川さんはどうですか、この拠点ね本当に素敵で可能性がいっぱい詰まってると思うんですけれども、本当にそれぞれ厳しい環境に置かれてはいるものの、こうつながりがあることによって、次の何ていうかしら本当ステップに皆さん行かれてるのがすごいなと思うんですけど、これからなんかどういうことをやっていきたいというふうにお感じになっていらっしゃいますか。そうですね、私たちも支援者の方にたくさん支えていただいて、でこう心がまず元気になったからこそ行動に移せたところがあるので、私たち、おこがましいんですけれども、皆さんが元気になれるようなスペースを作って、でまたそこで情報共有していきたいなと思います。もともと神澤さんは郡山でフリーペーパーなどにも作ってらしたのかな。あ、そうなんですね、で今回もなんか資金の面はいろいろ課題があると思うんですけど、そういうことがやりたいなということもおっしゃっていると思うんですけれども、どうしてそういうものをこうやっていきたいっていうようなこう希望があるのかっていうのは。私自身が外で頑張っている人たちの話を聞くと、すごくなんか勇気をもらえたり元気をもらえたり、そうだよな、みんな頑張ってんだから私もって思っていて、それを冊子にして何かこう表現できる、表現すれば、表現なんていうんでしょうかね、紙にして、でいろんなその全国の人たちに読んでもらえたら、みんなももうちょっとだけ頑張ろうって少し思えないかなっていう、やっぱり1年経つ冬の間も少しそうだったんですけど、やっぱ戻っていってしまう郡山に、福島にっていうことを何件かちょっと耳にしたり聞いたりしたので、そうか、もうちょっとこう踏ん張れないかな、頑張るっていうかこう踏ん張ってもうちょっと頑張ろうよっていうところをなんか支えられないかなっていうのが、この手と手の中で伝えられないかなと思ったんですけど。なるほど、それぞれその自主的に決断をしていろんな地域に行って、子どもたちの被爆の低減ということを目指していっても、やっぱりこう生活上が非常に厳しいので、それを耐えられないっていうか、そういう方々もいるし、そうですね、実際にはいるんですよね。なんか深川さんも何かそういった媒体じゃないですけど、どういうことを発信、拠点として発信できたらというふうに。そうですね、今までもやってきたんですけれども、交流会を月1回開いてましたので、でそれって平日だけだったんですが、やっぱり最近お母さんたちも頑張って仕事を見つけ出してはいるので、平日の交流会1回と、土日のどちらかで交流会をやって、やっぱり会って
元気になるっていうのは一番早いことだと思うので、みんなで、はい、楽しくこう避難者だからって言って暗くなることはなく楽しく元気になっていきたいと思ってます。3日はどういうことをなさるんですか？オープニングがあるんですよね。はい、3日はたくさんの方が来てくださいますので、この1年間を私たち自主避難者なりに振り返って、まあ、どういった経緯で今どういう気持ちでいるのかを話せる人にどんどん話してもらって、で今後のまた行く末を私たちなりに掴んでいきたいと思ってます。まあ、トークがほとんどと、あ、ごめんなさい、あと写真展 と、ビデオの上映もあります。はいはい、ちょっとね今日はあの住所を用意してないんですけど、はい、あの場所はあの戸越銀座というか戸越公園、ね、公園か、はい、まあ、東京の中でもちょっと下町っぽいというか、はい、非常にこう、ね、いろんな人たちが集まるのにはいい場所なのかなと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、今後やっぱりでも資金的にいろいろあるからぜひこう寄付なども、そうですね、こう寄付をいただいたり、うん、はい、ちょっとこう収入を見込みながら運営していかないとちょっと続かないので、うん、頑張りたいと思います。ちょっとそのいろいろこう物販というか、はい、あのそういうものにも取り組んで自分たちの、はい、まあ、皆さんね経済的に厳しいから、うん、そういったこう仕事とかあの自分たちの仕事にもつなげていきたいっていうのもあるんですね。雇用が埋めれば一番いいんですけど、そこで、はい、うん、まあ、ぜひね、まあ、支援をする立場、もちろん自分がその避難されている方はもうあのもちろん問い合わせていただきたいんですけれども、まあ、支援する立場からもね、ぜひこうちょっとあのウェブサイトなどがありますのでチェックしていただければと思います。今日は、はい、2人どうぞありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今日はですね、避難母子の会の神沢さんとそれから深川さんにお話をあのお聞きしました。で、アワープラネット TV から一つお知らせがあります。アワープラネット TV では東日本大震災そして福島原発事故からですね1年目の節目となる今年3月11日に、皆さんがどのような思いでいるのか、全国からビデオを募集します。お送りいただいた映像は3月の、まあ、最終のこの番組で紹介したいと考えています。詳しくはアワープラネット TV のウェブサイトをご覧ください。またインターネットをご利用でない方はあのお電話でもお問い合わせを受け付けています。ぜひ神沢さんや深川さんも どうですかこうビデオを撮ったりとか。そうね、なんかやっていきたいなって言ってるんですけど、はいはい、ぜひ応募してください。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあまた、次回来週お楽しみに。